いやちょっと耐えれないかもしれない。耐えれないってどうですか。はい、これからまた楽しもさんに僕がマッサージしてもらおうと思いたいと思います、はい、お金玉をマッサージしたいと思います。はい、じゃあこのまま仰向きで。はい、僕がなんか風俗の人みたいな。はい、お願いします。もう気持ちいいですね。もう気持ちいい。もう気持ちいい。足がね、やっぱ若者の足、すっごい細くて足が長い。うん、いい。やっぱあのホストとかやってるとやっぱすごい楽しいですね。いやでも楽しいですね。まあ、ただホストしかできないですね。マジか。え、ホストの前何されてたんですか。ホストの前はなんかバンドをやってたんですけど。あ、バンドやってたの。ビジュアル系。ビジュアル系やってます。え、すごーい。どんな感じだったのね。俺には分かるよ、もうどういう状況か。鼻高くね。いいよ。鼻高い。めちゃくちゃ高いやん。鼻高い。ほんとだ。ピノキオみたい。取り立てだってちょっと。取り立つ鼻高いです。いいね。綺麗な顔。ね、横がすごいね。やっぱ鼻高いね。わあ。もう言ってますね。言ってる？言ってる？直で。あ、そう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 、直で行って、今とりあえず最初ね、マッサージのようにほぐすんですよ。うん、なんかその根元のところ。そうですね。パンツがめっちゃ可愛いね。あ、まだパンツ、まだまだまだそこか、まだそこね。パンツの中に手入れるのが好きなんです。はじめまして、 AV 女優のおしゃくゆみこです。ちょっと脱いじゃいますよ。じゃあ僕脱がしますね。お願いします。これ緊張するね、すごい。このシーン、やばい。あ、すごい。これもいただきます。恥ずかしいです。いい匂い。ガビの猫ですよ。いきますね。暇産業なんでね。はい、行きますよ。すごい。え、すごい。何をしてるの。俺には分かる。分かる。今ハンドル引いてます。あー、ハンドル、ハンドルとは。ハンドルとは何。そう、これやばいですね。どうですか。なんかどうなってるのか分かんない感覚。うわー。あー、ブルブル。うん、第一チャクラですね。ここ開いていきます。チャクラ味わったことないけど、確かに、うん、アミノ酸の泡がこの海綿体ですね、先っちょから入っていくんで、全体的にトリートメントすることによって、すごくあの次の日になったらピカピカ のお店舗になってます。いいな、はい、何でもピカピカはいいですよね。確かに間違いないです。黒いよりもピカピカ、うん、なんかこれ熱くなってくる。そうですね。感じします。今一気に血流が良くなってます。今ちょっと根元を伸ばすためにですね、思いっきりタオル入れてます。はい、この動きで分かるでしょ、これ。ほらほら、想像してください。暴れてます。すごいですよ、ほら。あらららら、大きくなってきましたね。すごい島がありますよ、これ。あー、すごい。あー、すごいですよ、これ。あー、ちょっとどうですか。いや、こう、いや、気持ちいいですね。あらあら、あれ、もっと、あれ、すごい、すごいですよ、これ。ちょっと、これちょっとビッグゴジラ出たよ、これ。どうしたんだ、これ。すごいですよ、これ。いや、ちょっと耐えれないかもしれない。どういう意味で耐えれないですか。
これはちょっと、ね、解放しましょうじゃん。はい、行きますよ。鼻から息吸ってください。引っ込めて吐いてください。最後目、ちょっと手チンをやって終わりにしたいと思います。ちょっと口眼も思いっきり引っ張らないといけないので。おお。エベレストと同じ鼻がありました。はい、お疲れ様でした。背中も叩きますね。なんか顔がかっこよくなった気がする。めっちゃ開いてますね。ものすごくですね、自分で 100% な感じでできました。あ、マジですか。はい。え、同じ内容なんですか。同じ内容なんですけど、なんかすごくやりやすかったというか。あ、なんだ。あの、筋肉が大きいんで、あ、はい、そのものが、はい、なかなか出てこなくて。確かに。あの、パンツ返したね。あ、ごめんなさい、すいません。どうでした？ちょっと、いや、めちゃめちゃなんか立ちそうな。そうですね。そこ聞いたんです、結構。さっき、なんと 10プッシュから15プッシュぐらい泡をやったら全部入ってきましたよ。染み込むんですね。多分、これ以上続けてたらやばかったですね。もっと立っちゃう。じゃあ、今度はサロンでまたぜひ。はい、ありがとうございます。見てください。すごい。